左のシェイクハンド、裏ソフトと表ソフト、成本からのアドバイスを受けました。出雲美空です。まあ、それにね、出雲はあの中学の時は四天王寺中学にいましたから、はい、なるほどなるほど、成本の、まあ、後輩ではあるわけですよね。第3ゲームです。粘りを見せられるか、京都カグヤライズ、出雲美空のサービスから始まりました。大きく揺さぶっていきました森さくら。あ、これですね、フォアハンドドライブオーバー。やっと出雲らしいこの前後の揺さぶりになる展開になりましたね。森が距離を取ってくれたので。サービスレッドです。フォア前のサービス、バックナックルサービスなんですよ、はい、今ね。ですからちょっとこう、ね、かなりネット際に止まってるんですよ、サービスのバウンドが。異質のリズムとしては打ちにくい。エッジです。いつものフォアハンドドライブです。スリーオールです。できますね、はい、森のドライブに対して。これどうなんですか、やっぱり森が出雲のバック面の表ソフトを苦にしてないっていうことももちろんあるんですよね。もちろんあの異質に強いっていうのはありますよね。もうこれだけ振りかぶられて右来るのか左来るのか分かんない状態でね。出雲は速攻型ですから、あれを下がって粘るとかいうわけにいかないじゃないですか。この後もうそうですね、はい、全日本選手権ベスト8の出雲美空に対して森が主導権を握っています。ただスコアとしては中盤までは1点差、あるいはオールという場面も第1ゲームも第2ゲームもありました。クミサルスフォア前レッドです。順回転のバックストレートロングサービス、これでファイボールです。ストレート負けてないですね。いや、もう第1ゲームからですね、このフォアストレートっていうのはすごい非常に効果的に決まってるんですよね、はい、ですから出雲は持ち上げたボールはもう全部そこ狙われてますから、こっち待つと今度こっちですよ、ね。だからまあフォア攻め自体があんまりもう効果的じゃないなくなってるので、でもフォア行かないと結局台から下がってくれないじゃないですか、はい、森をまずはフォアに動かして台から下げさせたいという、はい、させたいんですけど、いつもの狙いです。森のバックのピッチも早いですよね。ここでタイムアウトです。ベンチからのサインで出雲はサービスのモーションに入ろうとしていましたがタイムアウトです。このゲームを失うと出雲の敗戦、それから京都カグヤライズとしても4対0での敗戦が決まってしまいます。粘りを見せたいところです。まあ、渡辺さん、今シーズン松島美空選手の出番、
あるいは活躍というのも楽しみですよね。ぜひですね、出れるようにですね努力してほしいところですよね、はい、京都のメンバーでいうと今日のメンバー外では松島美空、それから開幕戦に出場した牧野里奈、あとは何といってもディアスがいますからね。そうなんで、ディアスは強いですよ、はい、世界ランキング12位最高9位、それから立命館大学4年生の田村美香というメンバーです。田村もティリュー個人戦でしたっけ、長崎に勝ったのは、はい、そうなんです。礼儀正しく全方位にお辞儀をしてサービスモーションに入ります。フォア前に出してそしてバック深く6-7、ドンマイドンマイという森の小さな口の動き、もう今うまく変化つけていきましたね。そうですね、セブンオールです。追いつきました、まあ、タイムアウト後にいいという先ほど言った法則がその通りになってますね。今日は第2マッチ以降そうですもんね。うん、ミドル、いつもタイムアウト明け3本連取で逆転です。サービス、いやー、このバックハンドすごいコースに行ってるんですけどね、レシーブも、はい、ちょっとサイドスピンをかけて、まあ、ミドルへのサービスでしたけども、まあ森のパワーすごいですね。このミドル前、いつものフォアハンドはオーバー、森が再びリード逆転です。やっぱりダブルス同様にあの最初の緩いレシーブしてもバンと打ち抜けないっていうのがちょっと、うん、得点力のが高くならない原因になっちゃってますね。こういうのがもう森狙ってますもんね、はい、カウンターでですね打ってこいと、はい、9オールです。ここはただ出雲のポイントにしました。あ、サービス変えてきました。ミドルからフォアへのしかも伸びるロングサービスでした。森桜マッチポイント、いわゆるキックサービスですね。もう一度同じサービス、ここはいつも対応しました。10オールです。ビクトリーマッチとファイナルゲーム以外にデュースはありませんのでこの1本で決まります。森マッチポイント、いつもゲームポイントです。エッジでした。最後の1本森が取りました。ゲームカウント3-0、日本生命レッドエルフ森さくらが勝利しました。これで日本生命レッドエルフ今日は4-0での勝利、大きな大きな勝ち点4を手にしました。それもホーム開幕戦、森が喜んで今ベンチに帰っていきます。ビジタッチをしています。笑顔があふれます。さん、はい、第4マッチ森さくら対出雲美空振り返っていただけますか。いや、これはもう森 の貫禄勝ちというか、まあ、自信たっぷりにゲームを進めてたなという感じですよね。それに対して、まあ、出雲が一生懸命対応はしてきましたけども、まあ、対応しきれないですよね。あれだけ距離を取られたりとか振り回したところでフォアストレートドンと抜かれてしまうという展開が多かったですからね。渡辺さん、昨シーズンからこのように両チームの選手たちが健闘を称え合うシーンが設けられました。いいですよね、これぞなんか団体戦の後という感じがしますよね、まあ、ゲーム中は戦ってますけどもね。そうですね、はい、終わればノーサイドね、うんうん、はい、共に卓球を愛する者同士です。日本生命レッドエルフホーム開幕戦を4-0の快勝で飾りました。今日明日とこの大田区総合体育館でホーム2連戦という日本生命レッドエルフ、京都カグヤライスも
4対0での敗戦ですけれども、各マッチ選手光るところを見せましたよね。そうなんですよ、可能性はあるんですけども、これがやっぱりこう勝利に結びつくようなところまではまだ行ってないので、やっぱり一つ一つね